誰もが忘れたと思っていた頃だった。お父さん、大家の公園の前の建築中のビルにおったみたいなんやけど、見なんか知らんか。そうか、ありがとう。またな。笹垣っていたでしょ、しつこい刑事が一人。あれ、転勤だったんじゃなかったっけ。もしかしたら戻ってきたのかもしれないし、だからこれ当分やめたいんだけど。大丈夫だって、ねえ、お見えりつってもさ、犯人が上がったも同然なんだし、いくら笹垣がしつこくだって再捜査するほど警察は暇じゃねえよ。はい、では1991年冬、俺は父親を殺し、やったのは私だよ。その俺をかばうためにユキホは母親を犯人に仕立て上げて殺した。被害者の息子と加害者の娘になってしまった俺たちは、事件を永遠に封じ込めるために会ったこともない顔も知らない他人になる道を選んだ。あれから7年、ユキホは本当に一度も連絡をよこさなかったから、今や俺たちは完全に他人だった。あんた学校は？創立記念。待ってたってね、もう絶対来ないよあの子。もううじ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 7年間も向こうはね、もう忘れてんの。もういい加減分かりなさいよ。もうそんなんじゃない。だいたいさ、言わさなかったらどうするつもりなの。もっぺん付き合ってくれとでも言うつもり。分からん。学校行きなさい。そうですよね。さすがに7年だったから。ユキホがこの駅に降り立つことは二度とないのだと、そう思い始めていた。もしユキホが事件など関係ないどこかで幸せにやっているのなら、あと8年か。俺はよかったねと言ってあげよう。俺たちはそのために他人になったのだから。
ドアの前には建築資材やブロックが積まれてて。笹垣さん、仕事です。あ、7年もずっと気にしてたんですか？別にずっとやない。スナック八重子ですか？ああ、おかしいやろ。なんでわざわざ亭主が殺されたとこ見せ出しとん？なんででしょうね。気楽なこっちゃ。きっとこのまま何事もなく俺たちは他人として生きていくのだろう。良くも悪くも何事も起こらずなあ、ユキオ。こんな形で再会するなんて俺は夢にも思わなかったよ。覚えてるか？お前の親父発見してやったんだけどな。俺菊池君とは旧知り合いだと思う。いや、僕は関係ない。向こう行ってろよ。こないだ死んだあいつのおじさん、写真が趣味でさ、その置き土産なんだ。お前の親父こんなビルに女の子連れ込んで何やってたのかな。その何やってたのかね。100万。ないよそんな金。ま、母ちゃんと相談でもしろよ。信じないからね、あんな手紙。手紙？知らない。手紙って？驚かないでね。がないのはいい頼りなんだよな、きっと。だといいけどね。殺人犯、正確には容疑者だったけど、そういう親の子に世間は甘くないからね。あんたまだ思い出にできる部分があるかもしれないけど、あの子にとってはそういう以前の問題というか、触れられたくない過去でしかないというか、もし私があの子だったら、やっぱり二度とあんたに会おうとは思わないかな。いい加減前向いた方がいいよ。
できない。いや、八重子さんの数何倍でも飲みますよ。いや、笑い事じゃないですよ。口だけ。いや、口だけじゃないですよ。本当ですよ。あら、息子。え、息子いたんですか。久しぶり。なんか変わったことなかった？いきなり来てさ、しつこいったらないのよ。なんで亭主の殺されたとこに店出してんだとか、保証金ゼロで格安だったからだって言っても全然信じなくてさ、もうねち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 。それだけ？ドアがどうのって？外向きに変えて、ドア外開きに変えたんやなとかなんとか言ってたけど。時を経て俺は一つの失敗に気づいていた。死体の発見を少しでも遅らせようとブロックや建築資材を積んだ。内開きのドアの前に、その結果ダクトからしか逃げ出せないという状況を作ってしまった。あのダクトは大人が通れるようなものではない。もし笹垣がそのことに気づいていたとしたら、もしもう一度菊池にそのことを確認したら、もし菊池がドアは全く開かなかったことを思い出していたら、お前の親父発見してやったんだけどな。もし笹垣にこの写真を見せたら、疑惑の矛先は確実にユキコに行く。返さなくてはいけないと思ったんだ。そばに置いた方がええんと違う？バランス悪いえ。ダメ。ん？これ昔仲良しだった友達なんだ。今は会えないから。そんな神経質にならんかって。会いたかったら会いに行ったら。いつかね。いつかいつか言うてるうちに一生会えんようになったりするもんよ。大丈夫だよ、同じ流れに乗ってるから。多分この番組は鈴木、小林製薬、 Windows XP、 KDDI の提供でお送りします。
かじゃないんだけどな。唐沢さんどうしたの？大丈夫？ちょっと肩貸そうか。先生に言おうよ。言ったって仕方ないよ。犯人も分からないし。外注。今度来たら警察呼ぼうよ。あいつ大江工業の秋吉っていうらしいんだけど、私たちのヤバいとことか写真撮って脅すんだって。お金とか体とか。唐沢さんのもあいつの仕業かもしれないね。気をつけなよ。あんた綺麗だから。うん、ありがとう。ねえ、犯人ってさ、藤村さん証拠あるわけじゃないし。本当だから、だから黙ってるの？でもさ、本当だとしてもユキホには何の罪もない話じゃないの？できれば知られたくないっていう気持ちはわかるよ。でももうバレバレなのにしらばっくれて笑っちゃってるのって痛すぎるっていうか、そこまでして隠すってさ、それこそ名前変えてうまくやろうとしてますって逆に言っちゃってるようにも見えちゃうっていうか。そっか。待って待って、ユキホ、ちゃんと話そうよね。何を？ユキホのこと分かりたいんだよ。何考えてんだとか、どう思ってんだとか。エリコ、まあ分かってるじゃない。ずるくてみっともないんだよ、私。じゃあね。伝言見たんだけどさ、1000円で OK って本当？マジで？あ、どうや？うちの電話番号、いたずらで駅とかに書かれてんだよね。もう、ユキホ、学校行こう。どうせまたやられとんのやろ。施設にいた時かて散々やられたやろ。黙ってたかて何も変わらんことはあんたが一番よう知ってるやろ。落書き探してくるね。一生そうやって逃げるん？過去を完全に消すことなんてできひんのよ。もし消すことができたとしても、あんたはそれで幸せなんか？大げさだな。もう本当に大丈夫だから行ってきます。
えらい忙しいとこすみません。なんすか？あの事件のことなんやけどね。7年前ですよ。あの事件の時、君こない言うてんね。ブロックや建築資材が積まれててドアはあんまり開きませんでした。ああ、このあんまりっていうのはどのくらいやったか覚えてへんか？なんで今さらんなこと。ほら、大人になって記憶が整理されることあるやろ思うねんけどな。どうやろう、どうやろう、どう、ん、全然開かなかったような気がする。そうか、全然か。ありがとう、またな。バレなのにしらばっくれて笑っちゃってるのって痛すぎるっていうか。一生そうやって逃げるん？そんな人生に未来なんてあらへん。うるさい。おテントさんの下歩かれへんやんな。しかないよな。全然か。けどそんなことしたらもう本当に会えなくなるってことだよな。けどそれでいいんだよな。誰もいないんだ。なんで俺こんな一人なんだよ。ちゃんと断ってよ。すいません。気をつけてよ。それ
ちはいたずらされてた。タイムマシンがあったら未来に行く、過去に行く。タイムマシンがあったら過去に行く、未来に行く。チャゲとアスカってどっちが好き？チャゲとアスカどっちが好き？ドブに咲く花があるって聞いたから。ドブに咲く花って知ってる？なあ、もう俺実施しようか。両方とも俺がやったことにしてさ、俺がユキちゃんに忍び込んでガスあげたことにしてさ。ダメ、ハサミお母さんのだって言っちゃってるし。ごめんね、俺ずっと後悔しててさ。あの時俺が自首してればユキちゃん人殺しにだけはなんなかったし、ユキちゃんの人生ボロボロにしたの誰がなんて言おうと俺と俺の親父だから。幸せにしてやろうとかさ、そんな偉そうなこと言えないけど、でもせめて不幸せにしないことぐらい俺にもできるんじゃないかって思ってきてさ。いや、菊池も笹垣もぶっ殺してさ、俺が死ねば済む話でしょ。あのさ、私の幸せって何だと思ってるわけ？何のために私が別人になろうとしてきたと思ってんのよ。西本だとバレるから、事件のこと思い出す人が増えるからでしょ。何のために毎日毎日わざわざ急行電車に乗ってると思ってんのよ。各駅だと降りちゃうからでしょ。あんたが立ってるから降りたくなっちゃうからでしょ。何言われても何されてもニコニコ笑って、何のために7年も他人のふりしてきたと思ってんのよ。もう一回、あんたで歩くために決まってるじゃない。
が来て、そしたらもう一回太陽の下、亮君と歩くんだよ。昔見たおじいさんとおばあさんみたいに手つないで、いや殺したねとか鬼畜なことも笑いながら喋ったりとかして、でもあれは仕方なかったよねとか慰め合ったりして、そんな相手一人しかいないよ。亮君以外私には誰もいないんだよ。根がさえなければ警察としては動けないと思うんだよね。それから俺たちはこの場を何とか切り抜ける方法を考えた。運を天に任せるような計画だったけど、本当にできる？俺たちには後がなかったんだ。Thank you.
緒に帰ろうと思ったんだけど。うん。花屋さん寄るんだっけ？ごめんね、付き合わせちゃって。あのさ、昨日ごめんね。やだ、何？あれで変質者が出たとか、待ち伏せしてる人間がいるとか、そういうことはない？特にはないです。でも大江工業の人がうちの学校の子隠し撮りして脅迫してるって藤村さん言ってなかったっけ？うん。名前とかわかる？確か秋吉。僕じゃないです、僕写真撮って言ってただけで。誰に言ってたんだ？これに見覚えないですか？だから5時半から7時半までは映画見てたんだよ。じゃあなんでこの現場に落ちてるんだよ。知るかよ。一人で映画を見てるってのはな、アリバイにはならないんだよ。できたんだけど。ネガはやる。やるから俺のアリバイ証明してくれ。なんかあったのか？毎日毎日本当にお見舞いありがとうね。いえ、あの犯人はまだ。いきなりビニール袋かぶされて気絶したんで何にも覚えてないって。不思議なことなんだけど、どうも体は怪我されてないみたいで。警察には？主人もあの子の将来のために告訴はしない方がいいだろうって。だからあの私たち絶対誰にも言いませんから。でもさ、どういう神経してんだろうね。こんなこと平気でできるって人間じゃないよね。本当だよね。じゃあね。何のことはない。気がつくと俺は親父と同じことをしていた。もし分かるやつがいるなら教えてほしい。どうして俺たち生まれてきたんでしょうか。何のために生まれてきたんでしょうか。こんなことばかり繰り返すためでしょうか。何のためにこれから生きていけばいいんでしょうか。菊池も笹垣もぶっ殺してさ、俺が死ねば済む話でしょ。
だけどいくら考えても答えなんか見つからなかったんだ。自首してればユキちゃん人殺しんだけはなんなかったし、ユキちゃんの人生ボロボロにしたのは俺と俺の親父だから。2006年11月11日時効の日。大丈夫ですか？大丈夫。大丈夫。なあ、ユキホ、俺たち大した望みなんかなかったよな。ただもう一度歩きたかっただけなんだよな。青い空の下桐原亮次のことで話あんだけど。鈴木、
おい、あの子に何したい。小林製薬キリアラ Windows XP KDDI の提供でお送りしました。あなたがこけたら私も終わりなんで。